カジサックの聖地巡り。あ、聖地巡り。ここでキッチンカーのなんか、なんていうんですかね、その楽しさを覚えるんです、僕が。もしかしてきっかけそれってこと？そうなんですよ。めちゃくちゃターニングポイント。めちゃくちゃターニングポイントで、関係が続いてるっていうのは、やばいです。どうしたの？おばさん。どうも、かさこです。ともです。やさけです。すいです。すいです。よしおめでしょう。さあ、今日なんですけども、よしとみの持ち込み企画ということで、はい、お願いします。チームカジサックの聖地巡り。あー、聖地巡り。そうなんですよ、はいはい、俺よしとみがね、うん、はい、あのね、皆さんとこのメンバー間でね、いろいろ喋っていると、はい、なんかみんなそれぞれにこう出会いとか、うん、こうね、いろいろあるじゃないですか、ストーリーが。確かに、ね、ストーリーはあるよ、結構我々ってこうカメラ外で喋ったりするんですけども、うん、いや、それも動画回しとけやっていう話なぐらい、うん、結構深い話もしたりするんですよ。そうなんですよ。そしたらなんかよしとみそういうの話好きやね、めっちゃ、はい、うん、いわゆるもう聖地というものがあるわけですよ。あるね、それぞれに、ね、それぞれに、うん、だからそこにメンバーみんなで行ったらいいんじゃないかと。そうそうそう、うん、だから、うん、あの一人ずつもええねんけど、はいはい、結構みんなのエピソード聞いてたら、うん、2人一組が多かったりとかする、はい、そう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 、うん、そうなんですよ、はい、だから今回それぞれの聖地巡り巡ります。聖地巡り巡ります。めぐりますを用意してたのに、どうどう聖地めぐりって言ってもらったら、めぐりをそこで使っちゃったから、めぐりめぐりになっちゃった。めぐろうよ、めぐろう聖地を。まあ、ただなんですけど、うん、一個ちょっと残念なのがリュウジね。リュウジ、はい、リュウジのエピソードが一個あったのが、やっぱりチーム開作に入るまでに彼はね、まあ、これ動画でも喋ったことありますけど、毎日編集を一から勉強してっていうのを TikTok で上げてたんですよ、はい、あれ懐かしいわ。もうショートでも上げてたから。そうです、ね、でその作業してる場所が大学だったのよね、うん、でその大学の中で、大学名は言わずに、はいはい、見る人は見たら分かるかもしれんけど、うん、まあ、大学の中で撮影できたらいいよねっていうことで撮影許可をちょっと取らせてもらったんですけども、うん、ちょっと許可が出ずで、うん、それではできなかった。そうです、ね、それも仕方がないから、仕方ないよ。だから今回リュウジの聖地巡りには行けないということなんですが、はい、残りのメンバーは、はい、まずは、はい、常なんです。常さん、常は一人で、はい、そうですね、うん、なんですけども、はい、どこでしたっけ。私は、四ツ谷にある東京めんちん亭というね、ラーメン屋さんなんです、うんうん、ラーメン屋さん、これが常の聖地。これどういうことやったっけ、はい、こちらはですね、僕がこう闇営業問題でちょっといろいろくすぶってる時に、うん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 、いろいろあったもんな、はい、あった時に、あのアルバイトさせてもらってたお店なんです。わあ、はい、それはなかなか思い出深いよね、はい、ちょっと常も行ったらグッてなるんじゃないの、かもしれないですね、うん、それは常は常でいろいろ大変やったから、そうですね、仕事なくなって、もともと芸人以外でも不動産で仕事してたよな、はい、そうだそうだ、それもなくなってしまって、どうやって家族食わすねんって言った時にお世話になってた、うん、そうです、ラーメン屋さん、はい、やないですか、うん、そして常もう一発あります、もう一発あります、はい、それがですね、業務スーパー北見店です。業務スーパー北見店、はい、こちらはですね、僕がキッチンカーを始めて、うん、ちょっとした頃にですね、コロナの時やな、コロナの時ですね、うん、まあ、売上金を、まあ、自分の持ったまんまもう買い物に行って、うん、そこにちょっと置いて帰っちゃって、うん、取りに戻るともなくなってしまったと、完全に常道です。常道です、これが、お金を盗まれた場所です。そうですね、はい、で、それがあっての、僕とね、こう、まあ、またその時行ったら喋ったらええけど、まあ、これもちょこちょこ喋ってるんですけど、はい、その業務スーパーにとりあえず今日は行こうということでございます、はい、そして続きましては、はい、カジサックとヤスタケです。カジサックとヤスタケなんですよね、これはね、はい、2人で、はい、なんだろうな、まあ、俺も結構腐ってた時期と言いますか、はいはいはい、ヤスタケも芸人として、まあ、そんなに仕事もなかった時に、全然なかったっすね、よく2人で、うん、パチスロ売ってたんですよ。パチスロね。で、そこで、うん、ある運命の連絡があったんです。それはまた、そこの場所で喋りたいなと思います、ね、うん、気になりますね。だからそこのパチンコ屋さんに行くから。あー、いいですね。中は入らないですよ。まあまあね。うん、そうそうそう。懐かしいよな、あれ。懐かしい。8年ぐらい前ちゃうかな。そうか。7年。うん、そうそうそう。そこに今回ちょっと行きたいなと思います。はい。そしてラストは、はい。トンボとヨシトミでございます。そうなんですよ。はい、トンボヨシトミペアということで。はい。はい、これ場所は下北沢なんですよ。下北沢、うん、僕と吉富がもう一番こう不毛な
時期というか仲良かったんですね。仲良くて芸人でもうほんと箸にも棒にも引っかからない芸人時代、東京出てきたはいいけれども、うん、もうバイトしかしていない、うん、そのバイトをしていた地が下北沢なんですよ。そういうことや、そうなんですよ。だからもうどん底時代ですわ。どん底ですよ本当に。俺と吉富の名古屋で一緒にやってて、うん、意気揚々と出てきたもののみたいな、東京進出や言うて出てきたもののという場所がその下北沢なんか聞くところに下北沢のある場所があるらしいんですよ。そうなんですよ。そこであることをよくしてたらしいんですけど、そう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 、それはちょっと後ほど、まあそうですね、分かるということでいきますか、はい、じゃあ、はい、というわけで、うん、まずはメンチンテイからメンチンテイさん迎えましょうか、はいはい、それではいきましょう、せーの、お願いします。さあというわけで、はい、常の聖地来ました、よいしょ。さあこちらがですね、東京メンチンテイ本舗、はい、四谷四丁目単四丁目店さんじゃん。はい、どうやっぱ懐かしいんじゃん。懐かしいですね、めちゃくちゃ。でさっき聞いたんですよ、はい、でいつぶりなんて聞いたら、うん、うちも動画にしてるけど、安武がタワーマンション住んだじゃないですか、はいはいはい、あの動画でロケ行ったじゃないですか、うん、あれ実は四ツ谷なんやな、はい、その時1回寄ったんで、そう1回寄ってるんで3年ぶりぐらい、はい、そうですね、ここで働いてた、働いてました、うん、これはいいですね、いいですね。ちょっとじゃあ中撮影許可いただいてるんで、行きましょうか、はい、そこで食べれるやん、はい、そこでも食べれます、いいね、これだから後でせっかくやったら食べようよっつって、うん、はい、俺も食べたいし、めちゃくちゃ美味しいですよ実は。吉富と、うん、トンボがこの後ちょっと食べるんですよね、そうですね、だからここでは僕と常、はい、でリュウジが今回ちょっとロケ先行けなかったから、うん、リュウジも一緒に食べて、はいはいはい、で安武美肌的にちょっとやめときますそんな言ってないよ美肌そばなら食いますけどそんなことない、ここ油そばだから、はい、めちゃくちゃ美味しいんで、はい、しゃうまそう、はい、失礼します、よろしくお願いします、お願いします、失礼します。今日働いてる方は島さん、はい、長坂さんっていう、ちょっとあ、映っても大丈夫ですか、すいません、僕でよく、はい、長坂さんです、長坂さん、え、常が働いてる時からいらっしゃったの、いました、何回か一緒に、え、はい、あ、はい、ちなみに長坂さん、はい、常の働きっぷりはどうでした、楽しく一生懸命働いていただきました、いいね、嬉しいですね、ええやんか、はい、それで作ってたの常、僕作ってました、へえ、はい、天然出なかったですか、なんか間違えて、あ、全然、あの派手なアクションで作っていただいて、派手なアクションで、ね、こうやって言うんですか、面白ラーメン屋、面白ラーメン屋でやらせていただいてましたよ、私、はい、そうですか、はい、ちょっとせっかくだったらさ、その常のまあ思い出の味でもあるだろうし、はい、それもいただきながらちょっとエピソード聞きたいから、何頼んだね、こちらメニューなんですけども、うんうんうん、まあ、一番あのベースというか人気なのがこの特製油そばですね、うまそう、はい、うまそう、美味しそうだね、めちゃくちゃうまいんでマジで食べてもらいたいですね、これじゃあ行く、はい、リュウジどれがいい、僕もその特製油そばでお願いします、これでいっか、はい、常も食べるよ、はい、食べたいです、じゃあこれ3つ、はい、いきますか、じゃあ、あ、財布忘れた、あ、すいません、ただでいいですか、いやいやいや何やそれ、一応いや一応そのチャレンジ、アタックだけ、挑戦って大事って西野言ってたから、ね、いや違う違う、そんな時に挑戦するんじゃないですよ出します、僕財布持ってるんで、あ、ちょ貸しといてくれる、はい、もちろんです、もちろん、小さな財布かわいいはい、買いましょう、はい、雰囲気いいね、なんかね、いやいい、すごいわ、しいですよ、本当、カウンターだけ、これ2階もあるの、2階はないです。カウンターあと外でも食べられるっていう。このスペースめっちゃいいよね。はい、うん、じゃあちょっと、はい、買って作ってもらいましょう。はい。じゃあ油そば3つお願いします。さあ今油そば来ました。こちらです。うまそう。うまそう。めっちゃうまそう。常も久しぶりって感じ。めっちゃ久しぶりです。これ俺あんま食べたことなくて、うん、どうやって食うんやったっけ、これはあのこちらにお酢とラー油があるんですよ、うん、それを2周ずつぐらいかけて、うん、全部混ぜて食べるとめちゃくちゃうまいです。もともと味付けはもうされてる、もともとされてます、されてるんですけども、さらにうまくなるっていう。リュウジは油そばって食べる、たまに食べます、たまに食べんねや、はい、楽しみです。じゃあ食べ方知ってんねや、そうです、ね、じゃあ常見してよ、はい、まずはお酢から、まあ、ここにもあの書いてるんですけど、うん、お酢とラー油をかけるっていう、はいはいはい、まずはお酢をシュー、はい、シュー、あ結構いくねや、はい、
2週半行ったでな、はい、これもう酸っぱいんちゃうんって思うかもしれないんですけども、うん、結構いくで、はい、はあ、いいね、好み大丈夫、大丈夫です、辛いってなれへん、ならないんですよ、おし、はい、じゃあ行ってみよう、うん、同じ食べ方で1、2、はい、はい、そんなかけんねや、1、2、うん、来ましたね、行ったよ、はい、リュウジもね、はい、リュウジ行こう、で、これぐるぐるぐるって混ぜる、はい、はい、もう混ぜます、全部、いいです、ちょっと跳ねたりするかもしれないんで気をつけてくださいね、うわ、うまそう、見て、うわー、うまそう、いいのだ、え、おいしそう、トンボヨシトミは油そばってどうなん、名古屋とかあったりしたん、いや、あるはありますね、でも僕も全然食べたことないですね、油そば、あんま ないよな、ええ感じになってきた、はい、じゃあ一気に行こうか、はい、行きましょう、はい、いただきまーす。いただきまーす。うわっ、どうなの？うまー。めちゃくちゃ美味しいです。うまい。うまいでしょ？うまい。油そばってこんなうまいの？めっちゃうまいんすよ。ちょっとなんかジャンクの感じもいいじゃないですか、この。うん。うん、めちゃくちゃうまいです。麺ももちもちで。もちもち。そうか、これがええとこない、俺はほんまあんま食べたことないからやけど、入れてるもののうまみが全部出てるよね、うん、これあとめっちゃちょうどいい酢とラー油、いいでしょ、すごいよかったんだ、食べたいな、あれやっちゃん、うん、美味しそう、どうよ、ルイジ、いや、すっごい美味しいですなあ、完璧ですね、味が食べたいんじゃん、めっちゃトンボトンとしたら食べたい、うん、でも今日はラーメンロケではないから、そうなんですよ、うん、そうね、はい、ね、どうなんすか、久しぶりに来てみて、いや本当にね、あのここのお店、まあ、オーナーですよね、うん、あのお世話になって、うん、あのまあ、謹慎になりまして、うん、まあ、不動産がクビになって、そう、クビになったのよ、いろいろあってな、でそっからもうちょっとマジでどうしようかなと思って、うんうん、でちょっと家でいろいろ考えてる頃に、うん、まず一番最初連絡くれたのが、うん、あのまあ仮作チャンネルも出たことのあるあの、うん、ラフコントロールの重岡さん、ああ、はい、重岡さん、安武の元相方や、はい、ね、エアコンのクリーニングのお仕事されてるんで、うちのチャンネルでもやってくれた、はい、お前うちでバイトせえって、あ、助けてくれたんや、助けてくれて、でそっからやっぱ謹慎がちょっと落ち着いてきた頃、うん、でもやっぱり全く仕事がない状態の時に次に連絡くれたのがこちらのお店のオーナー、オーナーとはもともと知り合いだった、もともと知り合い で、オーナーもちょっと結構迷ったんですって、こういう時って電話していいのか、うん、せん方がいいんかってすごい迷ってたみたいで、ね、うん、でもあの思い切って連絡くれた時に、あのよかったらうちでバイトしませんかって言って、なんかもう泣ける話やな、やっぱり人とのつながりって大切やな、はい、で常もじゃあお願いしますって言って、ぜひお願いしますって言って、うん、あのもうやらせていただいて、え、重岡のやつのは、はい、辞めたのは何てやったの、まあ、その謹慎が開ける時ぐらいまではやらせていただいたんですよ、うんうんうん、で、開けてから、そっからやっぱり全く仕事がないわけですよ、謹慎開けても、うん、なるほどね、はい、なるほどなるほど、でその頃にも助けていただいて、はい、ええ話やな、いい話、どれぐらい働いてたの、いや、結構働いてましたよ、そっから、うん、ちょっと期間で言うとちょっと忘れちゃったんですけど、なんでな期間忘れてなんでなん、いや数えてないんで日数とかいや、ざっとさ、ざっと大体1年大体2年とか、はい、1年ぐらいいいですか ね、 1年ぐらいね、まだキッチンカーする前、する前です、前か、はい、うん、でする前に働かせていただいてたんですけども、うん、こっからのすごい展開になるんですけども、ここのお店のオーナーが、うん、キッチンカーを始めることになるんですよ、え、船がキッチンカーやる前に、僕がやる前に、うん、で、今ここに1台トラックが止まってるんですけど、うん、このトラックの前に1台、かき氷とかお酒を販売する用のキッチンカーがここに止まってたんですよ、で、僕はこちらのラーメンで働かせてもらいながら、たまにそのキッチンカーに乗ってかき氷を販売したりするっていう方に少しずつシフトチェンジというか、うん、していくようになって、でここでキッチンカーのなんか
なんていうんですかね、その楽しさを覚えるんです、僕が。あー、なるほど。はい。え、もしかしてきっかけそれってこと？そうなんですよ。めちゃくちゃターニングポイント。めちゃくちゃターニングポイントで。あ、そうなん？はい。それまでじゃあキッチンカーとはあんまり触れ合ってこなかった？全く触れてないです。これやってて、自分でかき氷打って、これええなってなって。そうなんです。ほんで、いつか自分でっていうところで動き出したってこと？そうなんです。やば。で、もともとここにあったキッチンカーを僕が買い取ったんです。それこそ小部屋で上がってると思うけど、俺らが突撃したやんか、うん、はい、あのトラック。そうです、あのトラック。もともとここにあったトラックなんです、うん、やばー、なんか繋がってきたで、はい、あ、そうそうなんです。これで自分で頑張るようになってから俺らと出会ってるからな。そうです、うん、めちゃくちゃターニングポイントや。めちゃくちゃターニングポイントです、ここが。すごいね。すごいね、はい、じゃあもうオーナーさん、はい、今もいらっしゃるんでしょ。はい、もう感謝しきれんな。いや、もうほんとめちゃくちゃ感謝してます、本当に。会いたかったわ、今日ちょっとお仕事で。そうですね、はい、っていうか俺、また来たい、うん、もうハマっちゃった。シンプルにうますぎる。なんかええな、いいですね、やっぱ歴史ありだな。で、爪がキッチンカーを買い取って自分で頑張るってなってきた時に、はい、これがまた何なのか、コロナが襲ってきて。そうなんですか。これがまた大変なことになってくるわけですよ、はい、うん、そしてさらに一事件が起きるんですよ、一大事件が、はい、今から行く二つ目の聖地がそこなんですね。そこです、はい、うん、じゃあこれ食べて向かいましょうか。はい、さあ、というわけで、はい、常の聖地二つ目、業務スーパー北見店さんに来ました。ましたね。どうですか、ね、久しぶり。いや、めちゃくちゃ久しぶりですよ。何年ぶりぐらい、4年ぐらい経ちますかね。4年ぐらい経ちぶり、はい、キッチンカーで頑張ってて、売り上げをね、もう一度いいですか、売り上げを、はい、そうですね、結構頑張って、ま、毎週毎週キッチンカー出店して、でその売り上げを毎回持ってここの業務スーパーに買い出し。買い出し、その売り上げで買い出しを、はい、そういうことだ。なんでここだったの。もう僕、家が業務スーパーの一番近いとこ、ここだったんです。ここだったんだ、はい、当時住んでた家の、はい、なるほど。そうなんです。これで売り上げで買い物して、はい、どんな流れで落としたの。そう、確かに。いや、もう普通に、まあ、売り上げを持って、うん、で、まあ、いろいろこう買い出しするじゃないですか。するね、買うね。で、結構な量になるんですよ、まあ、やっぱ買い出しやから、はい、で、袋に詰めてる時に、はい、まず目の前にこれ売り上げを置いて、うん、それでこう袋に詰めて、うん、でこう持ってそのまま行っちゃったんですよ。いつ気づいたの。車に乗って出発してからですね。してから、出発してから。してからです。で、あ、そういえばそういえばってなって、うん、やばってなって、うん、で、イエスダッシュでパーってこう戻ってきたら、うん、ない。うわ怖い。でもまだ分かれへん。店員さんが持っといてくれてるかもしれんからってことで預けてくれてるか。気に入ったら。そっから時間大体どれぐらい。15分。15分ぐらいです。ああ、はい、短いかな、うん。はい。これで店員さんのとこ行った。店員さんのとこ行って。そしたら、いや、うちではちょっと預かってないですね。もう絶望よ。絶望よ。もう今まで貯めてきた売上金なんで、やっぱり。大体いくらぐらいだったの。でもその時は30万円ぐらいです。30万円。でも大金だ。はい、大金やんか。はい、なあ。それもう。それで警察行ったの。警察行く前にまず、うん、こちらでいろいろ調べてもらったんです。映ってないかどうか、カメラに。うん、それ大事やな。はい、見てもらって、映ってたんです。映ってた、はい、盗んだ人が。はい、でも、はっきりは映ってなくて、でもたまたまその方がクレジットカードで買い物してるっていうのが、店員さんの調べにより分かり、で、レシートこう探して、うん、この方じゃないかっていうのを特定できて。え、それが結構特定するのに時間かかったのかな。ちょっと時間はかかってます。かかって、はい、で、最終的には戻ってきた、はい、っていうことなんやけど、はい、ただ戻ってくるまでに結構時間かかったから、その期間内で常がすぐ動いたんですよ。そうだ、で何を動いたかっていうと、はい、売り上げがもうなくなってしまったから、ね、ホットヒーヒーソース、その時ね、うん、今もまあ販売してるんですけど、ホットヒーヒーソースを、はい、皆さん、なんとか買ってくれませんか、これで盗まれたお金を補填したいんですっていうのをツイッターで。当時ツイッターや、はい、でそれが俺が目に入っていることや、はい、でキツネといえばホットヒーヒーでうちの小児作家がお世話になってるってのもあったし、はい、うん、動画にも出てくれたりもしたから、うん、じゃあ俺が何十箱か買うわって言って買わしていただいたんです。いただいて、そこからなんですよ。そこからです。
ね、はい、その時まではやっぱカジサックとしては、まあ、何回か動画には出させてもらいましたけども、うん、言ってもそんなに絡みはなかったんです。そうね、はい、でまあそういうきっかけがあって僕もまあキッチンカーでちょっと手こずってたのもあったので、はい、その流れでちょっと YouTube の相談に乗ってもらえませんかっていうのをそうだ、ね、させていただきまして、そっから結構経ってからやけど、はい、だその手前で言うとこれ今この動画見てから見に行ったらエモいと思いますよ、小部屋で今も残ってるから、はい、みんなメンバーで常のキッチンカーに突撃してるんです。いましたね。でその時に俺が買わせてもらったホットケーキソースが何百本もあったから、はい、店でお客さんにあげてって言ってる突撃があるから、はい、これちょっとぜひ見てくださいよ、まだメンバーになる前の前ですね、はい、時やもんな、はい、いやほんまに何があるか分からへん人生、ここで売り上げ落としてなかったら、うん、もうたらればってあんまあれやけど、はい、入ってないからね、そういうことですね。そうやもんな、面白いよな、はい、今もう一軒家建ててますわ。いや、すごい頑張ったな、はい、ありがとうございます、皆様のおかげです、本当に。 あれからちゃんと落としてないか、お金落としてないです。僕そっからちゃんとショルダーパックに売り上げ金入れるようにしたんです。大事ね、当時あのね何にもついてないこう持ってただけやったんで、はい、よかったな、はい、よかったよかった、懐かしいな。でも今日もスーパー、はい、ということで、はいはい、ここは素晴らしい政治じゃないですか、いいですね、ということでございましてですね、はい、次は、僕と安武の、ね、聖地、はい、行きますか、はい、はい、さあ、というわけで、はい、カジサック安武の聖地に到着しました。よちょっと今ね、聖地とはちょっと離れてるんですけども、はいはいはい、我々がよく、はい、パチスロ、はい、スロット打っていたのが、はい、エスパス溝の口店さんです。よここですよ、ここですね、神奈川県なんですけど、はいはい、ここ、うん、パチンコ屋さんが9時から開くんですよ。おーおーおー、普通は10時からなんです。そうす、東京はね、東京は日が早いんですね。早いんです。だから850にいつも集合なって書いて、そうですね、連絡取ってたよな。850駐車場って、駐車場とか現地集合だったんですね、はい、現地集合でやってたよな。やってましたね。懐かしい。もう月に4回5回ぐらい、もっと行ってたかな。結構な頻度で行ってましたね。行ってたよね。パチスロ2人で売って、終わった後にうちの自宅に戻って、はい、嫁サックの手料理を子供たちと一緒に食べるっていう。なるほど。やっててもうルーティンみたいな感じで。そう、まあ、当時ね、うん、一軒家、一軒家住んでてお住まいだったじゃないですか、うん、で、終わりに行くと2階の階段から当時とカンちゃんがブワーって降りてきて、ちっちゃいこんな時はバーンって飛び乗ってきて、安武さんって言ってくれて、そうそうで、もうちょっと遅れて赤ちゃんだった小児がよちよち来てこうやってかわいいね。そうそうそう、懐かしい。だから本当に安武と一番遊んだ時、うんうん、そうですね。で朝から行くじゃないですか、うん、で途中お腹空くでしょ、はい、昼ご飯食べようっていう時に、うん、休憩を入れて、うん、もうほぼ 100% 行ってたラーメン屋さんがあるんですけど、はいはいはい、それがこちらなんです。あら、この後ろです。こちら、あ、氷固定、はい、はいはい、ここでよく2人で休憩入れてラーメンを食べてた、盛岡ラーメンを食べてた。あ、なるほどね、うん、で、うん、そこであるエピソードが、あ、そうだ、おっしゃってましたね、なんか、はい、あるんですけど、はいはい、ちょっと天気も怪しいし人通りも多いので、はい、ちょっとエピソードこれ車で喋ろうか。あ、なるほどなるほど、そうするわ、わかりました。さあ、はい、今ちょっと車に戻ってきたんですけども、うん、これ運命的なことがあってね、はいはいはい、ある時にまあいつものように朝集合して売ってて、うん、じゃああのラーメン屋行こうかまた、うん、言って休憩入れて、はい、で行ったタイミングで一発ポンって LINE が入ってきたんですよ、うんうん、そしたらそれが、うん、トンボからだったのよ、うん、あ、うん、俺、うん、トンボでしょ、だって俺から俺のが出てくる話びっくりしちゃった今急に。おうおうおう、え、覚えてないの。え、ちょっと待って、話してください話してください。何の話。そのトンボからの、うん、じゃあ LINE の内容を伝えると、うんうん、お疲れ様ですと、うん、あの坪田信孝さんという方が、うん、カジさんに会って話がしたいって言っているんですけども、繋いでもおつなぎしてもよろしいでしょうかっていう LINE がトンボから入ってきた。そうだそうだ、なんで忘れてるのその話
をすると思ってなかった。いや、それがあっこなのよ。あそこなんだ。ラーメン屋でやってたけど、注文してる時にそのラインが入ってきたのよ。そう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 。で、安武に坪田信孝さんって知ってるみたいな。で、あ、知ってますみたいな。で、あの、俺と会って話したいって言ってんねんけど、どういうことなんやろうみたいなことを、ギリギャルでめちゃくちゃ有名な方だったし、で、これはちょっと、会って、じゃあ話してみたい。ちょうど俺が毎週キングコングっていうチャンネルで、あの、YouTuber になるっていうのを宣言してた時だったんですよね。そうそうそう。まだ梶作君生まれる全然前なんですけど、で、坪田さんに連絡を、あの、ともりをつないでって連絡したんですよ。そうそうそう。で、ある夜に坪田さんと会食させていただいたタイミングで、坪田さんから、ちょっとがっつり吉本でやりませんかっていうありがたいお話をいただけたっていう。だその坪田さんがいなかったら、絶対に勝ちたくてここまでなってないのよ。最初にスタートダッシュ決めれたのも、もう今だから話いいと思うけど、あの吉本がすごいバックアップ、ね、あのめちゃくちゃお金かかることをやってたんでね、毎日配信って言って、それを貸してくれたっていう、あれは坪田さんがいたからやってくれたのよ。ここも言っていいと思うけど、当時ね、社外取締役っていう役職だったんですよ、坪田さん。でも坪田さんが上層部に、梶原さんは絶対に成功すると思うから、投資しても大丈夫だと思いますって言ってくれたから、梶作は生まれたんですよ。その後押しがなかったら、当時のキングコング梶原には吉本は絶対に貸してないと思うから。坪田さんのおかげっていうところでいくと、あのラーメン屋のあの一本のラインからスタートした。そこだったんだ。で、ちなみに俺安武に相談してるから、そこで俺が安武に聞いて、坪田さん どう思うって。安武が、いや、やめといた方がいいんじゃないですかって。やめろよ。びっくりした。何がやねん。で、もし言ってたらっていう話ね。そうそうそう。ボケかと思ったわ今。違う違う違う。びっくりした。先生敏感すぎるわ。坪田先生に言うな、お前。先生そんなも言ってないですかね。例えばや、例えばびっくりした。仮に安武が、やめとった方がいいっすよ、言ってたら、俺多分ね、従ってたと思うから。あー、そうか。そうそうそう、もう絶対カジサックが生まれてないのよ。うわ、面白いっすね。面白いかな。その時に一緒にいたのが安武やからよかったんや。そう、なるほどね。そこ繋いだ方がいいんじゃないですかって言ってくれたからっていう思い出の場所やな。そうですね。ほんまに懐かしいわ。その後もだから、あそこのラーメン屋で、その後の展開も聞いてますからね、僕。あ、そうね。そう。ああ。なるほどね。会ってからの。そうそうそう。どうなったんですか。いや、こうなって、実は、こういう風になりそう、みたいな、いいですね、みたいな。で、動き出したとかも聞いてますから。全部、あのラーメン屋で話してんの。そうか。そう。で、その時に、じゃあ、こいついつ誘うんだよっていうのはずっと。ああ、そう。なるほどね。そうそうそう。話ばっかり聞かされるけど。そうだそうだそうだ。トンボもとか。ちょっと俺がやろうと思ってるのはこんなんやね、聞いてくれやったけど。そうそうそう。ちょっととりあえずトンボに声かけてな、ちょっとやっていこうと思ってんだけど、あ、そうなんすねって聞いてくれてた。でも俺からしたら、安武はその時にね、もう芸人もちょっとやめて、一人でちょっと、何あれ、 MC 業、ね、MC 業みたいなのもしてたから、俺はそこを邪魔するわけにはいかない。しかもカジサックって今でさえみんなにしてもらえてるけど、どうなるか分からへんっていうことだったから、気軽に声はかけれないっていう思いだったけど、当時の安武は実は、いや、誘えよと、そう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 、思ってたっていう。誘えよなんて、まあまあ今だからね、こう面白く言いますけど、なんかちょっと不安な要素もあるんですが、頑張ろうと思ってるって言ってるけど、僕は絶対にいいじゃんってもう最初から思ってたんで、だから、そうね、お前やりたいなと一緒に、うまいことやってくれてよかったけど、なんかこう、例えば俺がトイレ行ってるタイミングとかでな、なんかこう、チャーハンの米使って俺の皿に誘ってよって。気持ち悪いな。めちゃくちゃ怖い。気持ちが悪い。例えばな、そいつチームに入れない方がいい。そうそうそう。今でも行って思い出しましたけど、いろいろと、あそこのラーメン屋で芸人を辞めるかもしれない話とかもしてます。そこもしてるか。せやねん、あっこのラーメン屋で結構いろんな話してる。悩み相談も受けたし。そう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 。だからその安武と遊んだ期間も長かったから。なるほどね。2年3年とかやってたから。確かにな。しましたわ。ありがたいわ、ほんまに。なんかありがとう。逆にこの企画、あ、吉富か。吉富っすね。初心に帰れるよ。いや、ね、本当に面白いもんで、来てみたら、最初行く前は別にそんな、なんか、まああそこ行くだけかぐらいやったんですけど、むちゃくちゃ久しぶりやしな、来たもんね。蘇る、やっぱ蘇りましたね。いや、これめっちゃいい企画っすね。もう泣きそうっすもん。さっきのもう常から始まって。いいね、これやばいっすよ。やばい。エモい。常もさっきちょっとよみがえってたもんな、やっぱりな。あ、よみがえりましたね。っていうことで、エモいわ。ラストは、はい、どんぼよしとみさんの
聖地ですね。そうですね、もうどん底時代を、共にした場所、下北沢へ向かいましょう。はい、さあというわけで、トンボさんと吉富さんの聖地来ました。やべー、ここですわ。説明よろしいでしょうか。はい、はい、ですね、まず、まあ、下北沢なんですけれども、この場所、このビルですね、このビル、このビルの、4階に4階、当時、僕と吉富が、アルバイトをしていた、漫画喫茶があったという。あったんだ。そう、あった。現在は、全然違う、店舗さんが入ってんのかな。そうですね、一緒にアルバイトをしてたらしい、ね。はい、本当にこれもう駅近いよね。はい、南口からこう出てだから、もうこっから見る景色は変わってないから。なるほどね。いやもう本当にエモい、めちゃくちゃエモい。これはもうちょっとやばいな。いや懐かしい。あのね、やっぱね、吉富とこの場所に入れるっていうのが、ちょっとかなりグッときますね。確かにね。そうそうそう、これはね、来るな。やばいっす、心の道とかもマジでね。要は2人でここ入って、2人でここ出てきてましたから。はい、ちなみに芸人やってる時よ。芸人もうゴリゴリ芸人やってる時。でも鳴かず飛ばずでやってる時 で、 お金もないしアルバイトせなあかんいうところで、はい、2人で仲ええから一緒にやろうやと。だからまず僕がこのオープニングスタッフみたいなことでこのアルバイトを先にやってて、で吉富が東京進出してきて、でバイト探してるみたいなことで僕は紹介したんですよ。このなるほどね、俺働いてるからっつって、はいはいはい、で夜勤で同じ時間帯でいつも2人で入ってたっていう、はい、でですね、そのアルバイト夜勤で入るじゃないですか、そのちょっと前に吉富と集合して、すぐ近くに餃子の王将があるんですよ。あるよね、王将ね、はい、その王将でホイコーロー弁当を2人で買って食べるっていうそれもルーティーンみたいな。絶対ホイコーロー弁当、ホイコーロー弁当むちゃくちゃうまくて、お金もない中、そうね、安く600円とか700円で買えるホイコーロー食べて、王将のホイコーローこんなうまいんやな言っていいじゃないですか。だから今回ちょっとそこに王将あるし、実際ホイコーロー弁当も今あんねんな。あのね、ホイコーロー弁当としてはないんですよ。あ、違う形なんだけど、あの当時の感じの、まあ、あのパッケージとか違いますけど、もう全く同じメニューで再現はできると。できてる、はい、はい、だからそれをせっかくで今日買って2人でちょっと食べてもらおうかなと。いや、これやばい。下でお前ホイコーローとお前ライス食ったお前これこれもダメだわ。ダメなやつだわ。何がちょっと、あ、だまだ食ってもないんだけど。ダメだわ。じゃあ何の涙な。食ってないからまだ。食ってないけどダメだわ。覚えてる。なんかもう口の中に広がりました今、ホイコーローが。だからさ、今からちょっと良き場所で食べようや。そうですね、ちょっとその時のなんかエピソード聞かせてよ。いや、もう腐るほどありますよ、漫画喫茶時代の思い出は、ね。ちょっとじゃあ、はい、ホイコーロー弁当買いに行って、いろいろ喋りましょう。はい、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 ということで、はい、餃子の王将の、はい、まあ、ホイコーローセットですね、今、はい、買ってきました。おっしゃこれですよ。ほぼね、毎回食ってたな。そうっすね、マジで。なんかライブにお互い出て、でそれで滑って、でバイト先にこうやってきて、でその傷というかね、そうそうそう、疲れもこの弁当食べて癒してたみたいな。そう、毎回これだったんだ。もう本当にそうっすね。唐揚げとか餃子とかもセットで本来入ってるんだ。そう、はい、弁当にちょっとずつついてたんですけど、はい、もう本当にこれですよ。いや、これもう匂いがもうマジでやばいちょっと蘇るね。蘇りますね、ますね。食べてみなよ、ちょっと食べて。 やばい。これちなみに本来場所はどこで食べてたの？場所は、先ほど紹介したその漫画喫茶の出てベランダがあるんだよね。はい、すぐ。そうそうそう、そのベランダで食うことが多かったですね。はい、タバコ吸えるとこが、そこのベランダで。何年後や、今だから。そっからだから17、18年。全然あかんやん。あれ、バイトしてた時期ずれてる感じな。でもだから17、8年ぐらいになるよ。そうっすね、26とかだったんで僕が。2人でのホイコーロー弁当、下北沢。下北沢店のホイコーロー行っちゃってください。ありがとうございます。やばい、いただきます。じゃあ吉富、はい、乾杯。
あ、結構なんか来るもんあるな。あるある。いやこれ来るもんある。グッと来る、うん、マジで、あのここだけ見てる分には王将さんのホイコーローと餃子なんですけど、この顔があるとやばい。どうしたか。早く食べてよ。いただきます。うまそう。よし、思い出すかな。いただきます。これだな、よしとみ。これはやばいって。何か、なんで泣いてるん。山口さんやん。当時そうやってね呼んでたんですけど、トンボになる前ですよ、うん、なんなら。そうです、山口そうです。トンボになる前で山口さんと義富の関係性で変わらぬ味。いや、やばい。思い出す、やっぱり当時のことを思い出しますね。いろんなことあったな。ありましたね、うん、喧嘩とかも知らんですよ。喧嘩っていうかちょっとした揉め事とかな。うん、覚えてる。はい、あのだから夜勤2人で入って、うん、でそれぞれ仕事がなんか任されてた時があって、うんうん、一つはあの会員制の漫画喫茶なんで、そのまあお客さんの情報をパソコンに100人分打ち込む、うん、でもう一人はネットゲームのアップデートをするっていう、うん、なんかそれぞれそれも振り分けてやろうっつって。そうそうそう、もうねめちゃくちゃあるんですよ。だから何台、 100台もないぐらいか、パソコン ね、はい、それを全部アップデートするっていう、でそれをアップデートを、トンボさんが担当して、僕が、100人分の情報を打ち込むみたいなことをやって、うん、僕が100人分、まあ、結構大変なんですけど、うん、やり終えたんですけど全然あの戻ってこないんですよ、うん、だいぶ経ってからなんか戻ってきて、うん、何にもアップデートできなかったって戻ってきたんですよ。あれ、おかしいね。なんかおかしいわ、なんか全然ダメだわとか言いながら、あの顔見たらあのちょっとあのむくんでて、え、線が入ってて、なるほど、うん、こいつ寝とったやないかみたいな、よしとみやってっつって、えぇ、ー、ってなって全部よしとみにやらせるみたいな。 100% トンボ悪い。俺が悪いんです。はい、なんでそんなバレる嘘つくの。もうなんかもう本当にね、こんなん言ったらあれですけど、うん、そのバイト時代むちゃくちゃ態度悪かったんですよ俺。あ、そうなんや。もうバイトに対する意欲ゼロ、うん、もうやっぱ芸人としてのプライドがあるから、うん、俺はこんなとこで働いてる男じゃないみたいな、尖ってた、ね、だいぶ尖ってたんで、はい、接客態度も悪ければ、はい、まあ、今だったら俺考えられないです。もう当時の自分見たら絶対どつきます。それぐらいめっちゃ不愛想です。むちゃくちゃ不愛想。いらっしゃいませとかじゃなく、うん、カードの持ちです、はい、いや本当に本当のレベル、本当にこれですよ。で当時あの2チャンネルってあって、うん、でその下北沢のその漫画喫茶のそのスレッドっていうんですか、なんか掲示板みたいのを立ち上がって見たらもう俺の悪口ばっか書いてた。あの店員、いや本当そうですね、うん、ほんでしかもハッピーの夜、うん、びっくりすることがあったんですけど、態度悪すぎて、うん、あのお客さんに胸ぐらつかまれるんです。うん、思いっきりレジ越しに胸ぐらつかまれて。なんでそうなったん。要はなんかそのお客さんが出るとこだったんですよ、うん、帰ると帰る時で、はい、で僕接客してて、うん、でもう本当になんかその時もイライラしてたんですね、ずっと。うん、でなんかバーンとかでやられて、なんかお金とか、うん、まあそのお客さんもちょっと気性のちょっと荒めな雰囲気の方でポーンとかやられて、俺何やこいつと思って、で、はいっつってやって、はいっつって渡して お釣り渡して、で、さあつかで行くじゃないですか。エレベーター閉じる直前で俺めちゃくちゃでかい舌打ちしたんですよ。尖ってんな。そしたら閉まったエレベーターまたビーンって開いて戻ってきて、おいコロラっつって、うわお前下打ちしたかっつって、うわ怖っ、してないっすよ別にっつって、うん、
って俺ももうすいませんでしたもう言えないような尖ってるからもうすごいやん。そうなんですよ。で胸ぐらい掴まれた写真が今出てるのね。はい、でなぜこの写真があるかっていうと、うん、その監視カメラに映ったその僕が掴まれた映像を吉富があのスマホで写真を撮った。面白がってる。そうなんですよ。だから防犯カメラで思いっきり捨ててうわこれこれって言ってその僕ら夜勤で次朝の朝勤の子が来て朝勤の子に受け見せたらもう大受けして胸ぐら掴まれてる何してんすかとか言って懐かしいやろな。そうなんですか。懐かしい。でもそれぐらいなんていうんですか心もすさむぐらいどん底どん底時代ってことやな。そうです。それぐらい努力も全くせずに、うん、もう遊んでばっかりいてっていう。でそんな中さ、うん、今はさ、はい、リオちゃんと出会い、はい、コロッケと出会い、はい、幸せな家庭を築き、はい、吉富は、はい、ポータークラシックを着、はい、着替えてるやん。そうですね。おいで。オープニングの時着てなかったもんね。いや着てきましたよ、うん、なはい。感慨深いよな。いや感慨深い。マジで感慨深いな。だから本当に芸人としてもうどうなるか分かんないっていうかもうほぼダメだろうみたいな意識もまあよぎりながら生活していて、そっから15年6年結局何年だ18年経ってそうなった今もやっぱこう関係が続いてるっていうのがやばいっす。どうしたの？おばさん、クラシックおばさん。これはね、やばい。ちょっと餃子食っていいですか、もう。おいしい。変わらない免疫で、もううるうるうるして。あの人と一緒ですわ、この笑顔も。いや、なんか嬉しいですね。嬉しいもんすね。エモいな。久々だったわけでしょ、本当に今日は。はい、そうっすね。これからたまに二人で来たらいいんだよ。いや、そうっすね。そうっすね。うん、別にそんな遠出するわけでもないや、下北沢は。うんうんうん。ね。また機会があれば一緒にバイトとかもできたらいいなと。まあ、バイトもな。でもちょっといいかもな、なんか。それだからいつか企画でやってもいいかもね。そうっすね。あー、なるほど。吉富とアルバイト、なんか夜勤の。そうそうそう。面接通るんですかね。あ、そんなガチじゃない。どうしたん。受け足立っちゃってもう。すごいね。まあとにかくですね。はいはい。すみません。今回この企画はですね、吉富、はい、が持ってきてくれた15作の聖地巡りだったんですけども。はいはい、お前が持ってきたって。そう。どうだったん全体的に見て。いやもうマジで、もう常野もそうだし、うん、もう梶さん安武の聖地もそうだし、うん、やっぱね、その昔があってんで今。やっぱまあいろいろ大変なこともあるかもしれないですけど、幸せになってるじゃないですか。そうだね。なんかそういうことを考えるともうむっちゃエモかったです。エモかった。はい、やってよかった。よかったです。もうめっちゃやりたいですもん。まあ強いて言うならば龍二のな。そう。はい。行けたらよかったよ。行けたらな完璧だったけど、うん、ね。まあでもひょっとしたら徳島とかでまた探したらあるかもしれない。ああ、そうですね。そうだね。はい。そのまたやってもいいんじゃないかなというところで。じゃあ最後。吉野さん締めてもらっていいですか。そうね。はい。まあこれからもこんなメンバーたちですけども、引き続き応援をよろしくお願いします。バイクもそうやし、めっちゃなんで上からなんですか。みんなを代表してみたいな。代表してでバイクすごかったし。バイクすごい。まとめに入ってたのに。またやりたいと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。